買ってきたんでお家帰って紹介します。はい、皆さんこんにちは、ももかチャンネルです。はい、今回はじゃじゃん、フライングタイガーさんで購入した商品を紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ですね、結構前の動画でフライングタイガーさんのスライムを紹介した動画があったんですけど、今回はスライム以外の可愛い雑貨などを紹介していきたいと思います。今回は2つの袋が入っています。ちょっとなんか不思議なのが見えてますけど、これは最後に紹介したいと思います。まずこっちのちっちゃい子供の方から出していきたいと思います。じゃあ1つずつ順番に出していきます。1つ目はじゃじゃん、アイス風の蛍光ペンです。結構かわいい。これね、いろんな種類があって、しかもちっちゃくてかわいいんですよ。ちょっと出してみます。しかもここ、こういうキュッキュッて開けるタイプ、優しい。わ、かわいい。はい、こんな感じで全部で6色のかわいいアイスの蛍光ペンが入っています。こういうことだよね。うわ、そういうことか。かわいい。ちょっと一回ね、全部ね、電話させなんで、ちょっと書いてみます。いきます。あ、普通にかわいい。はい、すっごいいい感じで、かわいいね、これ。え、これすごいかわいいじゃない。いいね。これはね、見た目も結構かわいいし、すごいいっぱいあるのでおすすめ。続いては私がずっと探していた、じゃじゃん、こちらスプラットボール、ぐにゃぐにゃボールです。これね、なんと水系のスクイーズとなっております。ちょっとね、ちょっとカメラ近づけて見せたいと思います。パッケージはこんな感じです。いろんな種類あったんですけど、私はピンクにしました。じゃあ開けるんで手元アングルにします。それでは開けていきます。めきめきめき。せー、3、2、1。うわー、めっちゃプルンプルン。見て、ほら、プルンプルン。絶対これ気持ちいい。まだ触ってませんよ。まだこう。こう、やばい。超気持ちよさそう。じゃあ、ほう。出します。顔絶対くっついてて、気を触ります。これやばい。めっちゃこれやばい。めっちゃ気持ちいい。ちょっとこの。お、見た。すごい。気持ちいい。これはやばい。ちょっともう探してた甲斐がありました。これぜひ皆さん買ってください。超おすすめです。スクイーズ好きの皆さん。続いては、こちら可愛くないですか。こちら iPhone ケースでーす。イエーイ。こちらは6 6s 7 8になっています。で、ちなみに私の iPhone はパパのお下がりで6です。じゃあ開けてみます。これもね、2種類柄があったんですけど、私はこういう、ごめんなさい、夏っぽいのが好きなんでこういうのにしました。で、これはね、磁石になってます。私ね、こういうね、ノート系じゃなきゃね、こう壊してすぐ壊すんで、まあこれ一回入れてみます。私の iPhone です。今はちなみに、あの動画で出したガールズトレンド高級会。めっちゃかわいい。いいじゃん、いいじゃん。あ、すごい、結構かわいい。おお、いい、いいです。これかわいい、いいしか言えない。こんな感じです。スイカとかいろいろ、ハートとかね。で、こういう風に iPhone をこうやってやれば立たせることができます。はい、こんな感じで、この感じで立たせることもできちゃいます。なので YouTube 見るときとかこうやってやって見れます。最高ね。で、この部分にもなんかここに入れれたりします。入れたりします。結構しっかりしてますね、素材が。で、ここにあの iPhone の6でもちゃんとね、かぶらずに、ちゃんとカメラも
隠れていません。はい、結構お得で抜群です。最後はすんごい可愛いものです。ちょっとさっきから気になってるあなた、そこのあなた、いきます。3、2、1、バイ。超可愛くないですか。ちなみにこちらコーヒーのバッグです。もう可愛くないですか。ちゃんとしたストローもついてて、中はめっちゃ銀座めっちゃつく。中はほら、なんあんまり何も入、何が入るか、あんま携帯が入ります。でも結構可愛いし、しかもこのジャラジャラがおしゃれ感を出している。もうね、これは一目惚れして即買いでしたね。だって可愛いじゃないですか、これ。超可愛くないですか、これ本当に。こんなの。はい、こんな感じで撮ってみたんですけど、普通にすると結構長いんで、私チビなんで、ママにちょっとね、調節してもらいたいと思います、これ。これくらい。これくらいママに。後でね、調節してもらいたいと思います。はい、というわけで今回はフライングタイガーさんで購入してきたものを紹介しました。やっぱりフライングタイガーさんは本当に可愛いものが揃っています。私みたいな6年生とか小学生でも買えるになるんでね、いろんなものが売っているというのは本当に素晴らしきものだと思います。フライングタイガーっていうのはダイソーみたいにまあ、すぐ見つかるっていう感じじゃないかもしれないんですけど、ぜひね、見かけたらお店に入ってみてはどうでしょうか。絶対一目惚れするものが見つかります。ごめんなさい、気持ち悪くて。またね、可愛い雑貨とかを見つけたらまた紹介したいと思っています。はい、私的に今回一番おすすめのはこちらのコーヒーの入れ物の形のバッグです。まあね、これのいいところは銀ギラだし、ちょっとバブリー感あるじゃないですか。 OK、 バブリーケツカチン。はい、こんな感じで結構可愛いと思っています。まあ子供なんでこの銀ギラなの持っていても許されるんではないでしょうか。ぜひ皆さんも見かけたら買ってみてはどうでしょうか。それでは皆さん、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。